したらいいね、どうしたら、どうしたらいいんでしょうかね。そんなとこでさ、私の言ったことをね、山根君のように繰り返されてもね、何の解決にもならんでしょ、あんた。そうだよ、何の解決にもならんのだよ、袴田君。袴田君じゃないよ、君に言ってんだよ、君に。あ、私ですか。そうだよ。それは気がつきませんでした。あのね、あんた誰もでね、なんて言われてるか知ってんの。私ですか。そうだよ。そう、もしかしたら、山彦の秋山さん。いいえ、うーですね、違うんだよね。この人ね、私が言ったことをしょっちゅう繰り返してるからね。これ、大物秋山さんだよ。それぴったりですな。でしょ。所長、それはないんじゃないですかね。私は所長のことを思っ…いや、ちょっと、秋山君。いや、悪かった。いや、私たち別にそんなつもりで言ってるね。そうですよ、副所長。所長も私も副所長のことは十分理解してますからね、所長。あ、取れた。所長見てください、目にこんな大きなゴミが入ってたんですよ。つまりね、今非常に困った事件が起きてるわけよね。と申しますと。いや、今巷で話題になってるこの事件してるよね。美人でさ、ブランド好きの姉妹が殺されたっていう。あの港区ゴージャス姉妹強盗殺人事件。そうそう、そのゴージャス姉妹を殺した犯人がね、実は今流行りのインターネット犯罪に関係あるとこう言うんだよ。なるほど、所長、それは一体どういうことですか。いや、つまりね、そのゴージャス姉妹から盗んだ品物をね、日本で売ると足がつくね。それでその IT 文化の発達した韓国へ持ってって、これインターネットを使って売りさばこうとこういうわけだよ。はあ、うん、敵もやるもんですな。何それ、はあってのは。いや、僕はね、これはね、僕が持ってる特別のルートからね、平太君の入手した情報なんだからさ、簡単に言わないでくれる。誰だってね、本庁誰も知らないんだよ、まだ。これはさすが所長ですな。やっぱりやることが違います。いや、まあね。ということはどうですか、もしですよ、うん、もし湾岸署がその犯人を捕まえれば、うん、捕まえれば、それ大手柄だよ、君。私たちも1階級特進。いや、1階級どころかね、3階級は行きますよね。3階級は3階級。じゃあ私は所長、所長は本庁、副所長は退職ですか。なるほど。なるほどじゃない、君は退職って言われてんだよ、退職って。え、私退職。なんで袴田君、なんで私が退職なんだ。失礼です、つい口が滑ってしまいました。頼む、本当に。そうですか、いや、わかりました。では早速捜査員を総理に派遣いたしましょう。いや、それなんだよね。何か。いや、それが問題なんだよ。と申しますと。いや、出張費がさ、かさむでしょ、出張費が。ここのところね、経費節減でうるさいんだよ。ソウルまで行ってね、犯人逮捕できなかったらね、君たち、これはね、私たちアウト、アウトね。外務省のことを笑ってられなくなるんだよ、これ。やめときましょうか。いや、実はそこなんだよ、そこね。ギャンブルに打ってて3階級特進を狙うか、それとも今のままでだね、平和なこの生活を守るかって、この二者択一ね。所長、はいはい、やりましょう。実はですね、私のあの例の不細工な娘がですね、うん、そろそろあの大学受験なんですよ。で、あんな娘ども入学式の際はですね、所長という肩書きで出席してやりたいんですよ。あ、そう。やりましょうよ、所長。それもやると決まったのはいいけどね、誰を送り込むかね。青島君は今休暇中でエドモントンですね。エドモントンってそれ誰、どこの人。誰、あの陸上の大会やってる場所ですよ、場所。まあね、あの人物好きだよね。そうね。他にいないの。他には。そうですね、今空いてるのは、真下君ですが、真下君だけで不安でしたら、あの恩田君も空いてますから、つけますか。真下君に恩田君ね、これはいずれにしても不安だね。ごもっとも。わかりました。じゃあ枠さんもつけましょう。枠さんって言えばさ、ソウル検察にね、古くからの友人がいるって言ってたよね。そうでした、そうでした。じゃあ決まりじゃない。これ3人派遣しましょうよ。ただしね、3泊4日のパク旅行にしてよね。で、経費はなるべく抑え。ごもっとも。わかりました。はい。じゃあ。
어서오십시오기다리고있었습니다저는여러분을돕게된서울시가형사과의조영입니다ようこそお待ちしておりました今回の試験で皆さんのお手伝いをさせていただくソウル警察刑事課の翔平です。どうもどうも。고자수잠의사건이라서우리서울경찰도고자수잠에못지않은미인형사를골랐습니다조혜영경감은몸매90 60 90에키가173에넘버원미인형사입니다どうも警視庁湾岸署のマシタです。ありがとうございます。안녕하세요안녕하세요안녕하세요 何やってんの。私たちは捜査にやってきたんだからね。いつまでにやけて手に打ってんのよ。つい力入っちゃって。あ、とにかく犯人逮捕のためにご協力お願いします。無論にじゃ、皆さんが湾岸警察署を위해서전력을기울이겠습니다。ありがとうございます。ありがとうございます。日本에서마시타さんに연락이와있습니다。日本からマシタさんにお電話です。僕に。はい。私だね。あ、所長。どうしたんですか。いやー、ゴージャス姉妹強盗殺人事件だがね、今ソウル警察も全面協力してくれるって。あ、そうなの。でももういいの。じゃ、いいないいな。どういうことでしょうか。あのね、犯人捕まったの。捕まった。どこで。日本にいたのよ犯人。日本だからね、ガサネタってとこね、あのソウル潜入は。じゃあどうなるんですか僕たちは。だからね、ゆっくりね、ソウルのバカンスを楽しんできてよ。本当に本当にいいんですか。いやいや、いいんだよ。でも出張は取り消せよ。うん。それで君たちはね、休暇を取ってソウル旅行に行ったってことにしとくから。休暇。それからね、君たちの旅行はね、あくまでもこれプライベートね。だから一切経費は出ないの。自腹だよ自腹。自腹。じゃあまあゆっくり楽しんできてよ。さあゆっくりね。韓国の旅さ。乗りな。なんだよこれは。ちょっと自腹って何。いや、ですね、犯人が捕まって我々の韓国出張が急遽観光旅行になっちゃったというわけなんです。で、もはやこれはプライベートな旅行なわけだから経費が出せないって。嘘でしょ。ちょっと所長が行けっつうから来たのよ。なんで経費が出ないのよ。自腹なわけ。まあ、仕方ないから、なるべく金使わないようにして3泊4日楽しもうや。あいつら。그렇게매빠진표정짓지마세요어쨌든범인체포는좋은일이니까요제가수고됐겠네모처럼이렇게서울오셨으니까제가서울시경이라도안내해드릴게요고생해줘いきなり事件解決して増田さんたちちょっとがっかりしてますけど。こんばんは。私警視庁湾岸署の柏木幸乃です。私に黙って3人でソウルなんかに行くからですよ。でも実は私2年前に研修で1ヶ月ソウル警察へ行ったことがあるんです。ここはソウルの事件や事故の通報が全て入ってくる112センター。日本でいう110番ですね。すごく緊迫してるでしょ。何しろソウル市の安全を守る司令室でもあるわけですからね。懐かしいな。こちらが IT 王国韓国ならではのサイバールーム。暗証番号を入力して指紋を照合しないと中に入れないんですよ。何しろここにはあらゆる事件や容疑者のデータが全て管理されているんです。市民に愛される警察を目指すソウル警察、その象徴がこの博物館なんです。毎日のように子どもたちが見学にやってきて、ソウル警察の歴史や世界の警察をその目で確かめられるようになっているんです。ほら、
日本のピーポくんも飾ってあるんですよ。네바로여기가서울시내모든곳을24시간동안감시하는교통정보센터입니다135台のカメラで交通状況を監視するのはもちろん、すべて360度回転、100倍ズーム付きなので犯人追跡にも威力発揮。もしかしてあれってワールドカップ用に今作られてる新しいスタジアムじゃないですか。네맞습니다바로정원씨동양최대규모를자랑하는월드컵축구경기장이죠바로저기서계획식과개막식이열리게됩니다そうです。東洋最大のサッカー専用のスタジアムです。あそこで2002年ワールドカップの開会式と開幕戦が行われるんです。ワールドカップは成功させないとな。そのために我々警視庁とソウル警察が提携して協力し合うことになってんだよ。ってあんたも警視庁に足りなさそう。いやいや、そうですけど初めてですよ。あ、まだ時間が되신다면제가경기장으로안내해드릴게요。あ、行きたい。いいんですか。お願いします。하지만그러기이전에なんでこうなっちゃうんだよ。似合ってるって。いいな。すごいかっこいい。今までのお前の衣装の中でこれが一番いいよね。似合ったね。絶対だよお前。見てくださいよこの異様な雰囲気を。그러면제가축구경기장가시기이전에여러분들께한국경찰들은어떻게체력을단련하는지제가여러분들에게한번보여드리겠습니다。いいんですか。結構です。結構です。ありがとうございます。すいません。わくさがるじゃないですか。全然違うんだから。やめなさい。行ってこいって行ってこいって。そう、たまにはキャリアだって体を動かさなくちゃねえ。増田さん、なんて言ったってテコンドーは韓国の国技。頑張って増田さん。いや、おいおい、後ろ見せんな、歯を見せんな、弱みを見せんな。聞いてろこの野郎。おお、いけ。なんだよ。マジかか。はい。笑いはいらない。笑いはいらないぞこの野郎。マジかか。ほら。ダメ。よし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 。あ。立つんだ。立つんだ。立てました。無理です。マジか。はい、大丈夫ですか。はい、おい、おい、大丈夫。いや、すごい。大丈夫です。はい、ちょっと頑張りました。頑張りました。いつまで握ってんのよ。ごもっともごもっとも。お前は男の業の塊だな。どうも。すいません。いやー、うまくいきましたな。うまくいったね。経費も節約できましたし、なんなら連中がソウル行ってる間に席替えなんかやっちゃったりして。いや、鬼の犬間のなんとかってね。選択でございます。分かってはそんなこと。あ、それは気がつきませんで、すみません。はい。フジテレビの亀山さんからカエル急便が届いてます。亀山さんって聞いたことがありますか。所長。あれですよあれ。ほら、あの湾岸省をモデルにしたドラマを作りたいって私たちのところ取材に来たあの人。あの人か。それにしても何でしょう、季節外れのお中元でしょうか。外れすぎてんでしょう、いくらなんでも。あなた、ごもっとも。ねえ、あのドラマさ、すごくヒットしたんでしょ。それはもう亀山さんって方、私たち3人に足を向けてはいられませんよ。3人。いや、2人ですな。2人。いえいえ、あの1人所長のおかげです。はい、そうですか。いや、今の警察についてね、私ビシッと教えといたからね。あ、もう帰る気味よこして。あ、かしこまりました。いやいや、ありがとう。そうか、これウズブや。何してんだよ。もういいんだよ、用事終わったから行くのね。行くのね。失礼します。最近ね、ウズブがなんか物細そうにするんだよ。いけないね、あれは。私から後で注意するんです。言っといてよ、ちょっと何があるやろ、ね、でもこれ、何でしょうかね。ちょっと軽いね、なんだろうね。あれ、旅行券だよ。しかも、これソウル行きじゃない。はい。ねえ、しかも3人分だよ。あの、じゃあ
あなたね、早くノックぐらいしなさい、ノックぐらい。すいません、急いでたものですから。それより、今、ご確信だったものは。何でもないんだけど、あなた。おお、一体何の用だ。フジテレビの亀山さんから電話が入っております。それは早く言いなさいよ。いいから早く行きなさいよ。ものおいしそうだね。ほんとびっくりしたね。早く行くな。しかし、なんで私たち慌てたんですかね。また3人でよからぬこと考えましたがな。亀山さん、ね、出て。浜田君、びっくりした。はい、亀山さんでいらっしゃいますか。今着きました。そのチケット3人分しかないんですよ。まあでも若い芸さんたちにプレゼントしてください。プレゼントですか。もしもし、所長の神田です。あ、所長、その説は本当にお世話になりまして、湾岸署の皆さんのおかげで。湾岸署の皆さんのおかげ。失礼いたしました。所長のおかげでございます。いや、その割にはですね、あのドラマ青島君ばっかり出てましたね。いや、別にそんなことは、何よりも所長あっての青島刑事だというふうに私どもは思っておりますので。ああ、そうですか。それじゃあね、今度は私の主役のドラマ作ってくれない。おだるく大社長さんとかって。あれ、もしもし。大変申し訳ございません、大所長。私これから会議がございましてですね、この辺で失礼させていただきます。会議でございます。どうも申し訳ございません、失礼します。切っちゃいましたよ。テレビの人ってなんでこんなにせっかち。頑張ったもんね。感じのこと言わないの。あ、そうだ、袴田君ね、この亀山さんチケットどうしろって。若い刑事さんたちにあげてくれって。若い人ね。でももう増田君たちはソルの方に行ってますしね、他には。じゃあ私が誰かテキストに見つかって渡しておきましょう。何言った、バカ言っちゃいけないよ。と申しますと。で、これを知ってるのは私たちだけでしょ。おう、ということは、ということは、頭悪いね君たちは。思っても。え、だからさ、これを黙ってればね、この事実は永久に闇に葬られるわけでしょうが。外国。うわー。すごい。で、ここがワールドカップ競技場です。来年ここでワールドカップ開幕戦が行われます。ここで来年の5月31日にワールドカップの開会式、そして開幕試合のフランス戦が行われるんです。このソウルワールドカップ競技場はソウル市の西に位置するマッポクにあり、屋根の部分は韓国の伝統的なタコをモチーフに作られているんです。まさに歴史と未来の融合。そしてスタンドは韓国のお膳をイメージしています。ちょっと増田くん、はい、やめなさいよ。本物だよ、そりゃ。12月27日の完成を目指して工事が進んでいますが、開会式では会場の近くを流れる川ハンガーに202メートルの噴水を打ち上げる計画もあるんです。ワールドカップが待ち遠しいですね。本当にありがとうございました。あ、そう言ってしまって。なんかお腹空かない。あ、空きましたね。調査にお願いして、どっか美味しいお店でも紹介してもらおうかね。いいっすね。やっぱ韓国だから焼肉行きましょうか。まあ真下君ったら、そんなガイドブックみたいなこと言わないでよ、バカ。バカはないでしょ、バカは。バカだからバカって言ってんのよ、バカ。バカにバカって言ったらかわいそうでしょ。そうですよ。ほら、自分でバカって認めてんじゃん。あ、そうか。그럼요、제가맛있는한국음식점소개시켜드릴게요。わかりました、私が美味しい韓国料理のお店を紹介します。おー、やった行きましょうよ。お願いします。はい、うめえ。ほんと美味しい。いやー、さすがソウル警察ナンバーワンの美人刑事が紹介してくれただけのことはありますな。社長さん、はい、こんな美味しいものを紹介していただいて本当ありがとうございます。はい、マシタ君、はい、刺すよ。うまい、うまい。
マシタさんたちが紹介してもらったのはマルサヘムルタンという海鮮鍋のお店。韓国ではファミリーで利用するすごく庶民的な料理なんですよ。鍋の蓋を取るとほら、鍋の中はエビやハマグリ、ワタリガニがいっぱい。美味しそう。お腹空いてきちゃった。とにかく海の幸をたっぷり入れてグツグツ煮込むね。あー、もうたまんない。そして残ったスープにご飯と海苔を入れて、はい、最後の締めは韓国風おじやの出来上がり。美味しそうでしょ。いやー、食った食った。あー、もうダメ、お腹いっぱい。久しぶりに人生の幸せを感じたな。日夜市民の安全を守るため危険な任務を続ける現場警察官、その最前線にカメラが密着した。ドキュメントソウル警察24時。新団一派出所はソウル最大規模を誇るトンデモン市場を管轄に持つ。午後11時、巡回パトロール。夜のない街と言われるトンデモン市場ではいつ何が起こっても不思議ではない。パトロールにも緊張が走る。ここは一方通行だぞ。こっちへ入ってくるな。違反車両を発見。早速パトカーに搭載された MDT を使い所有者の名前を割り出す。 IT 王国韓国ならではのスピーディーな対応。常に臨戦態勢の署員たちに食事の時間はない。栄養ドリンクで体力を維持。そこへ本庁から連絡が入った。刑事事件だ。トンデモンは深夜でも渋滞が絶えないためバイクで現場へ急行。どうやら市場で事件が起こったらしい。聞きたいんだけど前3号はどこかな。前3号、そうだ、ここは20号だからまだずっと先だね。分かった。事件現場へ急ぐ警官。一体何が起こったのか。二日酔いでしょう。頭痛いよ。マシタ君、本田君。ビンビンビンの。所長。おお。マシタ。所長たちまでソウルへ？いやちょっとね。いやつまりね、君たち三人だけ自腹でソウルに来させたら申し訳ないなんてね。そう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 。現場の刑事の痛みも分かっちゃおうって所長がおっしゃるもんだから。そうそうそう。本当自腹。自腹。フジテレビにもらったチケットなんかで来てませんよね。テレビ。ええ、いや、そんなことよりせっかく6人で揃ったんだからパーッと行きましょう。行きましょう行きましょう。おお。いや、おっきい。何だあれ。あれあれ。知り合いあれ。え？あ、そうで。ちょっとやぼやぼができしまってね。いや、着いたばっかりで申し訳ない。いや、それはね、よし、じゃあ5人で行きましょう。私、エステの予約をしているので失礼します。いや、おんだくん、おんだくん、わかりました、じゃあ4人にしましょう。タクシー1台で済みました。しょうがないね。ソウルで一番、お前下くん。マシタ、おう、マシタ、どこ行くんだよ。行ってしまいましたよ。ましたね。出来の悪い部下息子大変だ、苦労するわね。せっかくソウルまで来たんだよ、我々は。でもね、ほら、フジテレビもらったチケットですからね。失礼しました。いい気味だ。私に隠して3人でソウルなんか行くからだよ。あ、魚住係長、どうしたんですか。いやね、あの3人の悪事暴いてやろうと思ってね。悪事って何ですか。まあ、おいおいね。それにしても所長たちが泊まるシルラホテル、すごいですね。どうせ自腹じゃないんだから、フジテレビの亀山さんにもらったチケット猫ばばしてきてんだよ、あの3人。やっぱりあの三人らしいですね。いやー、もう楽しいですな。所長、
仕事を離れてばかりしてもいいですね。いや、おまけに私たちのお金でもないしね。それを言うなって言ったんだよ。困ったわ。それよりね、所長、今ソウルで一番のお土産っていうのはメガネだそうですよ。え、メガネ、激安の上にね、10分ぐらいでできるんですって。10分、本当、これはいいね。私もね、ちょうど新しいメガネ欲しいと思ってた。あ、そうだ、行きましょう、行きましょう、メガネ行きましょう。よしよしよし、やった、行きましょう。あ、インターネットカフェ。ここか。マッシャさんだ。こんなとこで何しようとしてるの？怪しいね、マッシャ。怪しい。あれ？カメラじゃないですか？あ、もしかして。このもしかしてだよ、これ。ああ、間違いない。インターネットで女の子探してんだよ、これ。うわ、こんな可愛い子もやってんの。何必死になってんの、増田さん。もう、あれから10年以上になるんですね。二人でよく高尾山に登ったな。あの頃、私はアクさんのこと大好きだったんですよ。はい、よしない。からかっちゃダメだよ、こんなおじさん。からかってなんかないわ。本当に好きだったんだもん。ワクさんも怪しい。誰なんですか、その女の人。いや、ワクさんもやるもんだね。監視してる場合じゃないでしょ。係長、知ってるんですか？知らないよ。私、枠さんのことを見損ないました。まあまあまあ。それより今度、僕らもお台場で船乗らない？セクハラです。ハラ。あ、枠さん、ほら、早くお祈りして。お祈りして。もう地下鉄が交差するときお祈りするとその願い事が叶うんですね。で、イさんは何をお祈りしたの？秘密。秘密。ねえ、ワクさん、イさんって誰なんですか？こんな楽しそうな枠さん見たことないんですけど。怪しい、怪しすぎる。みんな羽伸ばしすぎ。もっとも。あ、すみれさんだ。はあ、あった。ここか。よし、どうやらすみれさんお目当てのエステを見つけたみたい。お、なかなか似合うじゃねえ。あー、いいなー。あー、おー、気に入ってよ。じゃあ、うわ、痛いかな、痛そうだな。すみれさん迷ってるみたいですけど、韓国エステといえばこれ、半純膜ですよ。は、半純膜、何それ？韓国のサウナですね。ドームの上の方は700度、下の方でも100度以上になるんですよ。いや、そりゃ熱すぎるんじゃないの？それがいいんですよ。ドームに溜まった熱で遠赤外線が出て、5分もいればもう汗だく、お肌がすべすべになるんですから。へぇー。あ、これ何？これが気持ちいいんですよ。何時間でも寝れちゃいます。あれ？何？この影何？ね、今の影何よ？寝てないじゃん。なんか飲んでるよ、ほら。このスープがまたいいんですよ。この卵、さっきの半純膜で茹でた卵なんですよ。柏木君、
よく知ってるね。君刑事研修に行ってたんじゃないの？あ、すみれさんだ。ねえ、聞いてる？これはよもぎ虫ですね。よもぎ虫？そう、よもぎで体を蒸すんです。冷え性や生理痛なんかで効くんですよ。なんかごまかされたような気がするな。場所ありましたありました。ねえねえ、本当に5分でできる？そう書いてありますよ。で、値段どのぐらい？いや、メガネ代まではフジテレビも出してくれないでしょうからね。ありがとうございます。ありますあります。あのね、そう聞いてね、日本から来たのよ。たくさんありますね。迷っちゃいますね。ね、今ね、いい、僕らのこのメガネと比べるとね、小さいよ。はいはい、これは流行りだから。あ、そうだ、そうだ。うん、だから大きくからいいってもんじゃなくて、じゃあ、ご指導よろしく。ちょっと僕ね、やってみるからね、うん、似合うかどうか、ちょっと見てくれるかい？はい。ね、本当のこと言ってよ。どう？先生、ちょっと中身見ましょう。鏡？だから、どう？合いますね。合う？合いますよ。本当に？じゃあね、みんなでさ、お揃いでやってみようか。ね、3人で。嫌なの？所長たちがやってきたのはアックジョンドンにあるエチェメガネ。10分もあればおしゃれなメガネができちゃうんですって。すごい人気ですよ。え、あ、いいじゃないですか。こういうことは、これ所長なの？全く何やってんだろうね、この3人は。あ、本当に作り始めちゃいましたよ。何が丸だよ。わあ、でも係長すごいですよ。本当に目の前でできちゃうんだ。はあ、すごいね。これはどんどんできていきますよ。私も噂には聞いてましたけど、見るのは初めて。へえ、メガネってこうやって作るんだね。こんなに早くできて、しかも値段は 2,3,000 円。すごいでしょ。そんな安いの？じゃあパックツアーでソウルに行ってメガネ作った方が日本で買うより安いんじゃないの？そうですよね。今度一緒に行こうか。お一人でどうぞ。そりゃ冷たいんじゃないの？それじゃ所長たちと一緒だよ。聞こえますよ、所長たちに。あ、マスターさんまだやってる。よし、いやらしい。はあ、綺麗なもんだな。ここはフュージョンカフェジャクラウドといって、今ソウルの若い人たちや恋人たちに一番人気のあるお店です。ワクさん、今度は二人でお茶ですか？このレストランは雲の上のカフェと呼ばれていて、夜になるとこんなに綺麗なんです。ワークさんには似合わないでしょ。普段ダルマに行ってってこんなとこ来ていいわけ？それは言えますね。だろう？場違いにも程があるよ。君が八王子署に研修に来ていた時はもう10年以上も前か。いや、立派な刑事になったな。ワークさんに鍛えられたおかげです。新人の時、八王子署員に研修に行って捜査の気を持っただけ困れましたから。刑事さんだったの？驚いたね。で、結婚は？まだです。仕事ばっかりに夢中になってったら婚期を逃しちゃいました。そうか、一人か。早くいい人を探すのも捜査の一つだよ。わくさんったら。これ反対ですかね？こっちですか？向こうかな？またこの3人だよ。これですよ、このせっかく書いたんじゃないですか。これだ、これだ。これだ、これだじゃないよ。まったく、いい気なもんだね。あ、こんにちは。どうも、どうも。ハロー。どうぞ。エースです。
はい、見えないんだよね。本当にうざいね。まったくどうしようもないね。バスとして足もみポイントの実験台です。まずは腎臓。痛すぎるよ。あだだ。次は胃。こりゃ相当あるよ。そして肝臓。これ痛くてんの？喜んでんの？極楽極楽ですよ。気持ちいいですね。よかったでしょ、社長。はい、よかった。いやー、気持ちいい。ほんと来てから。いや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 、インサドン。あった。すみれさんがやってきたのは、ソウルのほぼ真ん中、インサドン。インサドン？なんなのそれ？どういう街？これがいい街なんですよ。私も研修中に一回行ったんですけどね。君、何の研修に行ったの？もしもし、橋上君、お願いします。韓国の伝統文化の香り漂う街なんです。なんだこれ？これは花文字ですね。いろんな色で名前を書いてくれるんですよ。へえ。でも、なんて書いてあるとかわかんないよ。そうですか？ほらこれ、わかりませんか？わかんない。ワン、ガン、ショ。なるほど。マゴタ、マゴタ、マゴタ。あ、ここだ。いやー、綺麗。どうやらスミレさんの狙いは李朝家具みたいですね。すごー。でもこれは高いんじゃないの？貝なのかな。あー、これちょっと雪乃さんのお土産第一候補。いいな、柏木くんへのお土産だってさ。え、嬉しいけど、でもあんなの置くとこないですよ。できれば第二候補を探していただければなんて。そうだよ、恩田くんももっと小物とかでいいんだよ。そうそう、もっとあの可愛いのでいいですよ。あー、これ買う、これを買う。これしかないくらい。これ私だな。自分の話になってるよ。すいません、あのこれいくら？約1億円정도입니다。やっぱり欲しい。これ買って。じゃあこれはおいくらですか？まだ諦めてないよ。約3,000,000정도。300万。じゃあこっち、これはいくら？100万。これこう全部セットで100万。100万。300万。なんかいよ、300万なんかこれ。はあ、ちょっと、なにこれ。いや、ホテル、ホテル、ちょっと、何これ。これね、まあ、あなたの300万とか言われない。いや、これがいい。これ絶対買う。これ、あ、すいません、これいくらですか？真下さんたらまだやってますよ。おお、かわいい、かわいい。それでも刑事なの？キャリアなの？どうしようもないな、こりゃ。ノーマンホリデー、ローマの休日か。本当に来ちゃったよ、こいつ。これがローマの休日ですね。本当やらしいんだから、マシタさんって。ローマの休日、古代。増田のですか？キムちゃん。はい。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。
やったー、やったじゃないわよもう。キュート、何その英語。ドリンク。ローマの休日ってのはやっぱ見た目し屋なのかね。知りませんよ。おお、腰が低い焼き餅焼いてんの。そんなんじゃないですよ。テハンドってどんな街なの。知りませんよ。怒ってんじゃないの、やっぱりほら怒ってる。ライブやってるよ、路上ライブね。え、あ、これなんだろう、ポスターだよ。なんかお芝居のポスターっぽくない。ねえ柏井くん、ねえってば。あ、チケット持ってるよ、ほらチケットも。ねえちょっと怒ってないでさ、なんか喋ってよ。ねえ増田さん最低。そうそうそう、あんなやつ最低だからね。ちょっといい加減機嫌直してよ。どうしよう、この手反応の説明しないと。あの、ここはだからおしゃれなレストランとかいっぱいあるんだよね、柏井くん。ねえねえ柏井くんたら。あ、枠さんと伊さんだ。よかった、やっと喋ってくれた。いい感じよね二人。でもちょっと親密すぎるんじゃないの。全然。あ、ちょっと危ないですよ。もう枠さんたら、枠さんも芸が細かいね。枠さん、はい、明日私休みだから皆さんと一緒に私の家に来てください。本当。おお、それは嬉しいな。ぜひ。はい。すみれさん、こんにちは。民芸品屋さんに来たみたい。なんだなんだ。わあ、なんだこれ。ふたさん、ごめんなさい。何やってんですか、すみれさん。これはどんな音。あ、これは大島くんのお土産決定。すいません、これください。あれ、私へのお土産はないの。インサロ、なんだろう。お、ここだよ、ここ。ここで私のお土産買ってくれるんだよ多分。ここは何売ってるの。こんにちは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 。残念でした。喫茶店です。しかも伝統喫茶。伝統喫茶。韓国の伝統的なお茶を飲むところなんです。私はいらないよ、お茶っ葉のお土産なんか。そんなすねないで、係長。おいしい。ほらほら、おいしいお茶入れてますよ。これ、やかんじゃなくて、鍋からお茶入れてますよ。だから、お茶はいらないの。そんなこと言わずに、ほら見て、おいしそうでしょ。うん、確かに。お、機嫌直ってきましたね。別に。係長、女の子はこういう伝統的な雰囲気に弱いんだから。そうなの。そう。じゃあ今度僕とこの店行こうか。お断り。残念ながら私はアップジョンドン派なんです。研修の時よく行ったな。おしゃれでブランドショップがいっぱいで、グッチ、ビトン、ベンディ、カルチ、エルメス。ねえ柏木君、ソウルへはさ、警察の研修で行ってたんだよね。そうですよ。でも最近は表通りより裏通りの方がおしゃれなんですって。コリアンデザイナーのブティックとか、個性豊かなレストランとか、とにかくどこの店に入ろうか迷うくらい。あー、行ってみたいな。ねえ柏木君、あのお勉強の方はちゃんとしてたの。それに最近すごく面白い店ができたんですよ。これこれ、イグルー。なんだ、喫茶店じゃない。違うんです、犬カフェ。あー、犬を連れて行けるやつね。ブー、違います。え、これ全部お店の犬なんです。嘘。係長、機嫌直して今度一緒に行きましょうよ。行かない。犬嫌いなんだ、怖いんだ。じゃあすみれさんでも誘って行こうって。どこ行くじゃん。ああ、どこ行くの。よ、よぎ、どこ。どこなんだろうこれ。あこっち。じゃないわよ。
アイスデリー、かき氷の店ですよ。うわおう、でかい。なにこれ、一緒に。これはでかすぎるでしょ。かき氷っていうのはさ、もっとちっちゃくてさ、情緒があってさ。そんなおじさんっぽいこと言わないでくださいよ。おじさんって誰よ。ん、係長。あとで橋場行く。あ、ほらほら係長、美味しそうなフルーツですよ。おいしそうったってさ、あなた寄せ鍋じゃないんだから、うん、何でも入れりゃいいってものには限ら、ああちょっとアイスクリームこう、こんなにも。はい、おじさん、できましたよ。何これ、トマトも入ってるよ。これがいいの。このジャンボかき氷をソウルの若者たちはカップルや仲間同士で仲良く食べるんですよ。へえ。すごい、これ食べきれないよ。あ、本当だ、カップルで食べてる。おいしい。おいしい。あれ、どうしたのかしら、言ってんの。すいません、二人でも食べきれないよこれ。すごいや。あ、ここは観光スポットの定番ロッテワールド。まさかこんなところで楽しんでるのは、いやだ、予感がするな。やっぱりだ。なんだ、でも一人しかいませんよ。あ、いたいた。いい年してびしょびしょに濡れてるよ。全然笑ってる。全然笑ってる。ああ、今度は課長まで。まったく何言ってんですか。もう誰にも止められないよ。あ、所長ビビってますよ。これは怖い、これは怖い、これは怖いわ。これは、これは怖い。怖いのはあなたの顔です。あ、所長ついに乗せられましたよ。これはどんな乗り物なの。こうなるんです。それにしてもひどい顔だね。警察官としてのプライドはないんですかね。3人ともすごい顔してるよ。あれ、また今度は何、記念撮影だよ。もう付き合ってられないよ。私は仕事に戻るよ。え、嘘でしょ、ちょっと係長。メリーゴーランドに素敵な思い出のある方、失礼しました。あ、所長たち遅いな。遅いですね。ちょっと、さっきから二人とも何にやけてんの。マシャ、目何悪さしたんだ。いや、アクさんこそ朝の美人誰なんですか。まさかソウル妻だったの。そんなんじゃねえよ。さまきはな。はい、待った。待ったじゃないっすよ。何すかその T シャツは。メガネも変わってる。いや、もうどうしてもカルビの元祖のスゴンカルビ食べたいっすよな。所長たちなんすから遅れなんすよ。あ、足も見てね、ひどい目になっちゃったね。三人とも歩けないぐらい足が痛いね。もう死ぬかと思った。本当にね。クヨッパーね。あの、ワクさんもね、やった方がいいよ。足もみね。おっ、何やったの、早く。さっさといらっしゃいよ。ソウルから南へ40キロ、歴史と文化の街スウォンは実はサッカーの街としても有名なんです。今年のアジアクラブ選手権の決勝もこの街で行われ、
J リーグのジュビロ磐田を破ってアジアナンバーワンになったのがスウォンサムソン。もちろんワールドカップの会場にもなっていて4試合が行われます。そしてもう一つ、スウォンといえばカルビ発祥の地、所長たちはそのカルビを食べに来たんです。なんだそうだったんだ。あの女の人はさ、八王子署にあの研修に来た刑事さんなんだね、うん、それならそうと早く言ってくださいよ、わっさん。まあ、たまにはこの恋人気分とも味わってみたくなっちまったな。いいなぁ、恋人気分とね。でもね、それはね、必要だ、いくつになってもね。そうだね。だからわっさん、わかりた。何もしやがねえよ。このホンスウォンカルビは1940年代から営業しているカルビの本家。週末に限らず平日でもソウルからたくさんのお客さんがやってきます。もちろん人気は独特のタレにつけたスウォンカルビ。作り方を覗いてみましょう。ごま油をたっぷり振りかけます。そして梨などで作った独自のエキスを振りかけ漬け込みます。そしてスウォンカルビもう一つの自慢がこの炭火です。熱々の炭火はいつでもスタンバイ OK。お店にはこの炭焼き担当の職人さんが常時10人以上いるんですって。わー、美味しそう。たっぷりタレの染みたスウォンカルビ。韓国の焼肉は日本と違ってタレにつけて食べません。これが一般的な焼肉メニューですが、みんな美味しそうに食べてますね。そしてこれが幻の肉と言われる石火貫牛のお肉です。何もつけずに炭火で焼くだけで、うわー美味しそう。ずるい、私も行きたかったな本当に。ねえ、これさ、やっぱり幻の牛だけあってさ、ほんと美味しいね。困ったもん。いやいや、これはね、一重に所長のおかげですわ。困ったもん。でもね、いくらお世辞言ってもね、私おごらないよ。これ割りか割りか、割り勘で、そりゃないでしょ。なんだよ君、なんでそこだけさ、ごもっともじゃないのよ。ごもっとも。あ、もうみんなさ、自腹で来てんだからね。ここは割り勘だよ、分かった所長。とにかくね、どうなんですかこれ。おいしくないんだよ、ご飯がそんなガタガタ言われると。いや、いいよ、分かったよ。それじゃあ、おごりゃいいんでしょ、これは。持ってくれ。所長、これだけみんなを喜ばしてんだね。明日も頼むよ。ありがとうございます、よろしくお願いいたします。私、寒天食がいい。寒天食、寒天食、寒天。あ、ちょっと、あ、そうだ、申し訳ないな、僕ね、大変なこと忘れてたよ。大変なこと、参ったな。僕ね、明日ね、私朝一番の競技でね、日本へ帰んなきゃいけないの。なんで、ね、思い出しちゃったんだよ。なんでまた帰るんですか。なんでまたって、ある人の舞台見るんだよね、明日。舞台、そうそう。なんのなんのってどういうことそれ。いや、なんのってだからね、いい、聞いてくれる。あの、北村総一郎ってやつやるでしょ。はいはい、ね、いるよね、はい、あ、いいやつやるでしょ、すごくね、うん、あ、この後あのさ、いや、それでね、それ僕、昔から大ファンなんだ、あの人の、はい、ね、その人はね、あの新宿のあのソナシアターでね、9月25日までね、試合やってんだよ。それ聞いてる？バッケージバッケージ、僕はね、それ見に行かなきゃ。君たちも行った方がいいんだよ。なんじゃそりゃ。いや、なんじゃそりゃってくる。まあ、とにかくね、生きてるとね、いろんなことあんの。ね、まあ、それだけだから。まあ、じゃあ、みんな仕方ないからね、我々だけで観光しよう。ね、何言ってんの？君たちも一緒に帰るのよ。え？我々もですか？何？所長と私が帰るんだからさ、副所長とさ、課長一緒に帰るのは当たり前じゃないですか。お通りしなさい。いやいや、そのこと言っても、だーく3日じゃないですか、亀山さんからいただいたチケット。亀山さん？亀山さんって何でこっちのつれ。そういう時だけ君は聞いてんだね、人の春に泊まれて。いや、そうだ、別に聞きなさいよ。あの、ね、別にね、別にフジテレビの亀山さんからもらったチケットで遊びに来てるわけじゃないんだから。所長ね、亀山さんのチケット、だからどうしてそういうことばっかり聞くの君は。ごめん、関係ないんだから。焼けてるほら、カルさん、怪しいな。これ、リンゴ、リンゴ美味しい。なあ、怪しいな。なあ、リンゴなんぞ。ドキュメント、ソウル警察24時。トンデモン市場で事件が起こった。現場へ急行する警官。深夜のトンデモン市場で一体何が起こったのか。
前三号っていうのはどこかな。現場到着。そこでは男と女が言い争いをしている。買い物客を装ったトルコ人男性が女性店主の目を盗んで現金を自分のポケットに入れたというのだ。遅れて到着したパトカーに容疑者と被害者2人を乗せ派出所へと連行する。男は納得していない様子だ。取り調べるのは派出所勤務30年のベテランファン所長だ。違う違う、一体何のことを言ってるんだ。あなたが取ったんでしょ。取ってない、俺は取ってないんだ。お前は嘘をついてるんだ。ちょっと待ってよ、あなたがポケットに。あんたがポケットに入れたんじゃないの。何言ってんのよ、あなたが取ったんじゃない。取ってないよ、俺は自分の財布から200ドル取り出してポケットに入れた。あなたよく言うわよ。誰が見たんだよ。興奮する容疑者、納得できない女性店主、両者の言い分、状況は即座にパソコンで本庁へ送られる。取り調べ中に別の事件が発生。所長、どうやら飲み屋で男が女性のカバンを盗んだそうです。犯人は現場で取り押さえたみたいですね。どうします。よし、わかった、行ってくれ。はい。眠らない街ソウル、休む間もなく次なる現場へと向かう。だがそこに待っていたものは、こんな朝早くから起こされて、まだ5時ですよ、所長。そんなこと言えないでさ、どうしてもね、あと1軒行きたいとこあんのよ。こんな時間にどこ行こうって言うんですか。もうこの3人帰国するってのにまたまた怪しい動き、一体どこ行くつもりなんだろう。どうして止まっちゃったの。だって所長、行き先行ってないじゃないですか。あ、行ってませんでした。あ、すいません、どうした。あのね、知り合い屋に、はい、行ってほしいんですが。はい、すみません、ちょっと待ってください。 I don't speak Japanese、 すみません。日本語できないって。どういうこと。じゃあ英語で行きます。じゃあ、Please、 I want to go 知り合い屋。いや、ダメそれ。電話してます。모셔드릴까요。예、감사합니다。일본분을모셨는데요。예、이분들이어디로가시는지잘몰라가지고。예、예、통역좀부탁드리겠습니다。예、알겠습니다。모셔오시。예、はい、はいはい。모셔오시、어디가나도。아、はい、아、どうも。아、どちらにいらっしゃるんですか。え、これマイク、これマイク、マイクね。あ、これです。いや、スピークね。いやいや。女性と。あ、女性、男性、男性。あ、すいません。ですね、汁飯屋に行きたいんですが。このタクシー、実はワールドカップ用に配備された通訳付きタクシーで、現在ソウル市内で8300台。他にも中国語と英語の通訳もしてくれます。運転手さんにそういうふうに伝えてほしいんですが。はい、お伝えますので、ちょっとお待ちください。여보세요。 예, 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 기사님。 예, 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 가지고있다고하거든요。 예, 잘알겠습니다。 예, 대단히 감사합니다。 예, 감사합니다。 아, 아리가도모자이마스。 와그랬어。 와그랬어。 나나나나。 아니나。 야。 지금몇시간이있는지까요。 야이야。 아니야。 너무너무이기나가도모이마스요。 이모아무나먹을때마저먹을기。 예, 와이거이분위기네요。怪しげな雰囲気の名前。大丈夫だよ。これ何て書いてあるの。え、今までわかんないけどね。あ、止まってね、確かに、ね、僕はね、いい回るんですか。回るんですよ。この赤いところね。あ、これあれ、フライドチキンね。フライドチキンですか。フライドチキン。あ、なんかいや、ここじゃない、ここじゃない、ここじゃない。なんかいい匂いしてきましたね。匂ってきたでしょ。いい。そうするとね、あ、なんか趣きあるな。ほら、これだ、これ。そうね、あ、はこれ、これ、これ、あ、いますよ、人。お、行くよ、はい、どうぞ、入ってください。はい、はい、はい、これだ、これ、あららね、ほほほ、いいところでしょう。これはうまいですね、所長。でしょ、さすが所長ですわ。うん、そう。だからね、私の言う通りすればね、間違いないのよ。はい、ありがとうございます。でもね、忘れないうちにしとけよ、ここはね、割り勘よ、全部。
ね、忘れましょう所長ね。そんなことないよ、旅の最後の日にそんなでこういう今まで楽しくやってきたのに。所長たちが食べているのは汁飯といって、牛のいろんなところを鍋に入れて10時間以上も煮込んだもの。他にももやしやネギも入ってます。日本でいう飲んだ後の締めのラーメンみたいな感覚ってどこかな。美味しいし栄養満点。すごい。すごい。え、嘘。すみれさんたち飯盒店に来たの？なんて実はこれセットなんです。しかも大ヒットした JSA という映画だけのために作られた本物と同じセット。もちろん38度線も本物と同じ。고맙습니다一本の映画のためにこれだけものを作っちゃったっていうんだからすごいよな。日本じゃ考えられない。もうちょっと考えられない。うわ、アクさん、うわすごい、同じだ。うわあ、ちゃんと机まで置いてある。おー、同じだな。南北の重要な会議が開かれる集会所も本物とそっくり。あらぼげっちょ、사건현장이에요。전다시자어어어저기반동시아악사저기념이사진찍어드리겠어요네오래하지마시오래하지마시네끊으세요네네네아それそれ38度線。네これが38度線。国境ね。なんかセットだけどドキドキする。ここを舞台に数々の歴史が重ねられてきたんですよ。조심하라。これを越えると向こうが北だね。こっちは南。ああそうか。うわすごいな。なんかさ。ちょっとこう北に踏み込んでみたいと。超えますか？超えちゃいますか？スクリームだけど緊張がする。なんか緊張する。すごいですか？はい。これよ。はい。せーの。いらっしゃい。ああ、北に来た。これは星に来た。400万坪の広大な敷地に広がるこのソウル総合撮影所は、実際に飯盒店に行くことが許されない韓国の人にとって38度線の疑似体験もできる観光名所的存在なんです。さてここで最新コリアンムービー人気作品ベスト3を紹介します。第3位、ヨッキジョギングニョ、猟奇的な彼女。純情な男の子と飛んでる女の子の感動ラブコメディーです。第2位、シルラウイ・ダルバム、シンナの月夜。高校時代の番長と弱虫が10年後に再会。そして今韓国映画界のトップをひた走るのはチング・友人。70年代から90年代にかけての4人の男たちの友情、そして裏切り、一番身近な友人をテーマにして作られた話題作です。友情とは何か、人間とは何か、男たちのドラマに感動です。そしてこの秋話題を集めているのが日中韓合作のムサ。すでに前売りだけで韓国映画史上最高を記録。総勢300人のスタッフが5ヶ月間中国大陸1万キロを横断したオールロケーション超大作です。あー、お腹すいた。マークさん、今日何食べます？私はね、食べる場所は決まってんだよ。どこですか？あ、まさかイーサン地じゃないでしょうね。あのね、私が押しかけるわけじゃないんだよ。彼女の方がいらっしゃいませんかって。私も行きたい。ああ、そういえば彼女、
よろしかったら皆さんもご一緒にとは言ってたな。本当に？そう、やった嬉しい。やった遺産地か。あなたね、あの断ってもいいんだよ。行きます。楽しみだな遺産地か。おはようございますじゃないわよ。いつまで寝てんのよ。軽く市場1時間後いいわね。やっぱ寝てました。そうしょうがねえなあいつはね。あとはよろしくね。え、ちょっと枠さん、すみれさん、ひどいじゃないですか僕置いてくなんて。何言ってんの。自分が寝坊するのが悪いんでしょ。すみません、枠さんは平子さんち、後で私たちもおいでって。すぐ行きましょうよ、こんなとこで待ち合わせしないで。バカはバカね。ヘスクさん家に招待されたんだから、ここで食材を買ってヘスクさんのために美味しい手料理を私が作ってあげようと思って。なるほどね。でもスレさんって料理できるんですか。なんとかなるわよ。あるかな。うわちょっと、わあすげえ、すごい。よし、顔はいはい、はい、早く。あ、何買いましょうかね。何作ろうかな。キュウリは買わなくても。キュウリでかい、ね、いいね。キュウリいいね。これは使うんですか。本当に使うよ。スノモノとかしてみようか。スノモノでもできるな。じゃあ6本。6本も2000ウォン。 OK OK、 はい OK。 カムサハムニーだ、カムサハムニーだ。こっちの方が辛いんですよね、多分ね。そう、うん、そうかな。あの、これこっちの方がひーひー。 OK 大丈夫、サラダにしてみる。サラダにキュウリと、こう、彩りで。うん、普通のこれ、お金は、はい、1500ウォン。こんにちは。白菜ください。じゃあこれ頼むわ。1束でいいかな。いや、僕持ちます。いや、あったあった。全部、僕が出してるから。僕が全部出してるのに。どれだろう。スミレさんもちょっと出してくださいよ。アニアセヨー。アニアセヨー。玉ねぎだらけだ。玉ねぎ。これがいいな。使わないですか、絶対に。いや、ちょっと何やってんの。これ、どれだろう。じゃあ、お釣りはいいです。バカだよ。何ですか。二人がやってきたのは唐久市場といって、およそ17万坪の敷地の中に青果や水産、畜産、穀物などの市場が収容されていて、まさにソウル市民1200万人の台所。なんと1日の利用客は15万人、取引量は8000トンにもなるんですって。貝だらけだ、ここは貝ばっかり。ちょっと貝をこういう感じで買っていきましょうよ。なんかお味噌汁とかに、アサリとか。あ、それいいアイデアだね。買いましょうよ。あ、いいかもしれないね。ちょっとやっぱここ出すんだ。これいくら。ちょっとここなんか氷敷いてて勢いよくていいんじゃないですか。うわ、大きいね。わあ、うわ、捌けばいいんでしょ。お刺身、お刺身か。もう大丈夫。これとこれ、これとこれ、そろそろ自分のお金出しましょうよ。いやいや、まだ残ってるよ。いやいや、残ってるけど、なんで僕のお金全部使わなきゃいけないんですか。大丈夫だよ、これ持っていくの。そのまま持っていくの。あ、ちゃんと袋に。あ、よかった。でもそれにしても、それにしても豪快。これ日本だとね、ありえない。そうよね。頑張って作るよ。頑張ろうね。頑張ろうねって頑張ろうね。頑張ろうね。頑張ろうね。来るんでしょ。うん、うん、お刺身。さよなら。ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、町田です。小田です。あの、枠さんの友達の。あ、はい、今すぐあります。はい、はい。おー、入れや、入れって。はい、入れやって。自分家じゃないのね。奥さんなんか勘違いしてない。あるある、お邪魔します。いらっしゃいませ。
どうも、お邪魔します。ようこそ、どうぞ。いや、広いお部屋ですね。回ってる。また随分買い込んだもんだな。よし、腕によりをかけて作っちゃおうかな。ちょっと二人はもうさ、向こう行って休んでて。美味しいの、もうすごい美味しいの作るからね。後でね、休んでてね。よろしく。すみれさん、本当に大丈夫なんですか？何ですかこの包丁さばき。不安的中ですね。どうした？いや、これ室井さん似てませんか？何？おお、似てるの。いいじゃん。この人は昔付き合ってた人です。この人の名前って室井さんって言いませんか？室井さん？そう、本店の室井さん。違いますよ。室井さんの。この人は寿司屋の小池さんといってニューヨークで知り合ったんです。寿司屋の小池さん。ニューヨークの恋物語か。もう昔のことです。でもとっても素敵な人でした。知ってるな。私も人のこと言えたぎりじゃありませんが、それにしてもひどすぎません？すみさん、なんか今流行りのなんたのステージみたいですよ。危ない。失礼しちゃわない。ちょっと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 。刃物。刃物ください。刃物を収めろ。刃物。刃物。いざも行くのに。すいませんね、本当に。こちらが今大人気のクッキングパフォーマンス集団なんた。今年の5月には日本公演、8月にはアメリカ公演も行って大盛況でした。안녕하세요여러분여기는요난타공연장입니다바로저희홈그라운드인난타전용관이라고할수있죠오늘은요일본에서오신여러분들께우리난타공연장을안내해드리도록하겠습니다この난타의스테이지는連日外国人観光客も含めて満員札止めなんです。한국어를모르신다고해도괜찮습니다저희와함께오셔서무대를즐겨주시기바랍니다혹시너무즐거운나머지무대로뛰어올라오실지도모르겠지만요아무쪼록즐거운시간되시기바랍니다앞으로한국에오실기회가있으시면요꼭저희난타를보러오세요ちょっと今度は何をしようとしているの須美さん。아見てらんない。僕やりますよ。危ない危ない。僕やります。できんのこれ。できますよ。大丈夫？増田さん本当にできるんですか？なんだか心配だな。あれ？あ、結構様になってますね。びっくり。すごいじゃないですか。はあ、大したもんだな。うー、できた。できたって。しゃぶしゃぶと刺身。他の食材は？さっきいっぱい切ってた野菜は？これじゃまずいでしょ。いいえ大丈夫。どれも美味しそう。あ、嬉しい。いいんだよ、無理しなくて。もういい。もうじゃあもう二人は食べない。絶対食べない。いざ食べましょう。しゃぶしゃぶいっぱい食べてくださいね。はい。イーサンに悪いことしちゃいましたね。うるさい。わさも嫌われちゃったんじゃないですか。お茶を手にんじゃねえよ。うるさい。なんで僕は怒らなきゃいけないんですか。新米だからだよ。新米って僕も唐食市場でお金使いすぎちゃってあれがねほとんどないですよ。私もわさま俺はもともとねえよ。どうしても何俺にいい感じなんだ。任しとけ。いい考えって？な。
完全に目がいっちゃってるよ。一体ワクさんはどこへ行くつもりなんでしょうね。3人が乗ったソウルの地下鉄ですが、どこへ行くにもほとんど600ウォン、日本円で60円で行けちゃうんです。しかも同じゾーン内なら1枚の切符が何回も使えます。最近はマルチトランスカード派も増えてきて、改札機に財布やカバンを当てるだけで OK。 日本でも同様のシステムが11月から導入されるそうですよ。さあ降りるぞ。ここだよ。ちょっと降りるぞって。ねえ、ちょっとワクさん、ね、どこ行くんですか。ワクさん、ちょっと待ってくださいよ。どこ行くんですか。どこ、待ってください。何ここ。え、見ての通りだよ。パラダイスカジノ。カジノじゃない。お金ないのにカジノで遊ぶっていうの。遊びじゃねえよ。俺商売柄言わなかったけどな、実はブラックジャックに関してはちょいとうるせえんだよ。まさか。まさか。そう、そのまさかだよ。カジノで軍資金を増やす、そういうことだよ。いや、そういうことってか、負けたらどうするんですか。そん時はそん時だよ。どうせこのまんまじゃお前ソウルでのたれ死ぬだろ。そう、二人とも有り金出せよ。有り金。わさ、性格変わっちゃってるよ。ほら、ナイスセブンで見てみよう。おい、これだけ。なんだよ、こういうとこ来たらな、最後はこれな、このくらいに持ってるじゃないですか。どこ行ってんだよ、お前よ。お前さ、おい、パンツの中に隠したやつあれも出せよ。何で知ってんすか。早く。もうやだ、マシタくん。カズマが出るために。はい、ちゃってるよね。大丈夫ですか。ワクさんが一勝負しようとしているのはソウルの東の端にあるウォーカーヒル。東洋で最大規模を誇るカジノで、本当はカメラは入れないんですって。でも今回はワクさんのブラックジャックしている姿を中継するために特別に入れてもらいました。スミレさん、どうしたんですか。洋服着替えたりして回ってるし。なんじゃそりゃ。なんで着替えてる。この服どこで買ったの。ねえ、どう、勝てる。ねえ、勝てんの。ねえ、どうなの。すいません。え、すいません。まだ踏ん張ってんだね。うん、踏ん張ってる。ワクさん頑張って、頑張って。もうせめてもう元のお金戻しましょうよ、うん、すごいね。これ入んないね。大丈夫ですか。この親強そうですよ。はい、ね、ほらもういいって。いやいやいや、こういう時ね、こういう時ね、いやこういう時はね、こういう時はこうやってね、いや、こういう時も何もね、いいの、こういう時はね、ほいほい、何ですか。ほいほい、何やってんの、何やってんの。チップ、いいや、こうやって。チップ、僕はお前なのにチップとか。チップ返して。バカじゃないの。僕はないんですよ。なんでチップなんだ。変なとこ見えはんなくて。分かんないもん。勝ってる時やるのは素人なんだよ、負けてる時やるんだよ、お前な。そうだろ。そうね、固く言うんで、固くね、固く。いいじゃない。あー、またですよ。はい、ここましてよ。何じゃないですか。え、負けちゃったの。もうこれ使えば。いやいや、いいですよ。しましょうよ。困るよ。ワクさん、巣になってます。3箇所に貼っちゃいましたよ。大丈夫ですか。入れるもんでしょ。なんだよ。なんだよ。ああ、ちょっと。ペル。ペル。あ、
たくさん、この親強いですよ。よっしゃ、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 来たの？すごい、よっしゃ、よっしゃ、すごい、やりましょう、もうもういいよ、ね、もう十分、帰りましょう、もういい、増えてる、さっきより。じゃあここも行っておきましょうか、じゃあここもなんだ、やらしてんじゃないか。いや、この際だから今なんか向いてる、ちょっとやばいんじゃないですか。ほら、ちょっと何なんですかこれは。もうだから言ったじゃん、もう。ちょっと分けもんや、何だろう、え、やけ、分け、ちょっと待って、ちょっと全部じゃないですか、全部でしょ、ちょっとなしなし、だオールはなしでいいんだよ、何がオールはなし、ちょっと、困るよ、勝てばね、勝てばどんどん来るよ、でも負けたらもうおしまいだよ、もうダメ、よくないの、ダメだ、もうちょっと来い来い、頼むぞ頼むぞ頼むぞ、せせあっ、やああ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 あオッケーじゃないよ。フィニッシュ。どうすんの？どうするっすか？グッドラック。Thank you. Thank you. Thank you じゃないよ。Thank you. はあって。はあじゃない。ガクラちゃったの。マクさん。どうすんの？ちょっと。ちょっともう俺僕ら。ひどい。え？いらないよもうそんなの。ただでもらえますよこれは。そうじゃないか、どこに行くんですか、どうってどこ行くの、お金ないのに。だから行ったじゃないですか、すっからかんになっちゃって。え、カジノか、どうするんですかこれから。すまん、別に枠さんのせいじゃないからいいですよ。まそんなこともあろうかと、じゃん、少しだけ残しといたの。さすが、そこまでは気がつかなかったな。すごいところに行く、ジムたくさん入るじゃない、ね、しかしな、たくさん飲みすぎ、ホテル帰りましょうよ。まあ、聞いてくれよ。ちょっと待った、バクさんが完全に酔っ払う前に、安くて美味しくて最近では若い人にも大人気のソウルの屋台のメニューをちょっと紹介しておきましょう。まずはこちら、クスと呼ばれるあったかいそうめんです。日本円で300円ぐらい。温かいスープをかけて、ほら、美味しそう。そしてこちらは、踊るっぴょと呼ばれる骨付き豚の焼き物です。本当に鉄板の上を踊ってるみたいだから踊るっぴょっていうのかしら。最後に辛みを加えて、野菜のお皿に盛って、出来上がりです。自慢を。うわー、美味しそうな貝。大きなハマグリを細かく切って焼き、野菜を絡めて辛みを混ぜます。手ハック。さあ、それでは屋台で酔っ払った枠さんのお説教の続きを見てみましょうか。まあ聞いてくれよ。だって伊さんと十何年ぶりかにな、出会っただろ。まあ、僕らと同じ刑事なんて信じられないしね。日本も韓国も同じだなと思ってさ。刑事って仕事やってるとみんな根拠を逃しちまうんだな。ほっといてください。おめたいなこと心配して言ってんだよ。爆弾の娘さんとは結婚しませんか。だよ、あーよい、すみさんどうなんだ。私、大島が刺されて入院した時毎日の縁に参ってたじゃないかよ。そうそう、みんなで噂してたんですよ、ね、二人の大島くん、なんだかんだ言って仕事が好きだから。ああ、じゃあね、どうなんだよ、キャリアのちょっと、しゃべっつらしたやつ、室井さん、ああ、あの本店で室井さんと会ったんですけど、また上の人と喧嘩してましたよ。室井さん、大島くんと約束あるから。お前は、伊藤さんとどうなん。
全然ダメですよ。雪乃さん日に日に青島先輩みたいになっちゃって。そうだよね。この間の爆弾事件の時爆弾抱えて東京湾飛び込むし。青島君口開けて見てたね、うん、まあないですよ僕ら当分結婚なんか。ね、そっか。まあしかしおめえらもそうやって頑張ってるから東京も平和なんだしな。そうそう、ソウルに負けてらんないし。帰ったらまた事件待ってますね。次はパリで事件が起こるといいな。あ、いいな。おい、ちょっと待てよ。事件が起きるのを期待してるってのはそりゃちょっと不謹慎じゃねえか。そりゃそうだけど。でも、マクさん、行きたいでしょ。ん？なんで？スミレさんのおかげでソウル最後の夜を楽しく過ごすこともできました。さあ、はい、そんなじゃあそろそろ行きましょうか。です ね, ね、はい、ですね。あ、すいません、あのお会計お願いします。よいしょ。あ、すまないね。すまま、はい、すいません。あ、あの領収書お願いしますね。領収書ってどうするの。出張じゃなくてプライベート旅行じゃん。バカね、帰って所長に直談判すんのよ。その時のために私領収書全部もらってたもん。うわ、当然の権利よ。でも直談判するにも領収書がないとできないでしょ。だからさてと、ごちそうさま。はい、どうも。かみさん、みんなおやすみなさい。直談判だって面談判できるかな。できませんね。ダメだこれ。ドキュメントソウル警察24時。午前1時30分飲み屋でトラブルが起こったらしい。酒に酔った男が飲み屋で女のカバンを盗んだというのだ。お前さんがよ、彼女が置いといたカバンを持って行ったんだろ。それは窃盗だぞ。男は住所不定無職、かなり酒に酔っている。派出所へと連行される。はあ、しょうがねえな。どうでもいなかったのにな。どれもいなかったよな。わ、見つかったらしょうがねえな。酒が回っているのか、男はほとんど開き直っている。この発祥ではどんな事件が多いんですか。そうですね、まあ、うちの管轄には市場が19箇所ありますからね。やっぱりすり事件がよく起きますね。犯人はそうですね、主に東南アジアの国の人が多いですね。一通り取り調べが終わり、最初の事件のトルコ人男性は抵抗したものの結局本所へと連行される。一方、酔いが覚めてきた窃盗犯、ようやく後悔し始めた。犯人をきつく注意するベテラン署長、恐縮する男。本所へ連行された後、反省の色を示したため今回は未遂ということもあり釈放された。何が起こっても不思議ではないトンデモンの町に再び朝がやってきた。次なるチームへ引き継ぎが行われる。30年派出所勤務を続けて来月定年退職なんですよ。今まで難しい事件もたくさんありましたけど、やりがいもあったし、何より警察の仕事に誇りを持ってやってきたので悔いはありません。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
早く検査だぞ。だって枠さんが大丈夫だって言うんだもん。飲みすぎちまったんだよ、飲みすぎちまったよ。急いで、はいはいはい、早く、はいはい、急いで、急ぐ時は急いで、はいはいはい、急いで、はいはい、なんで同じとこに感じこれって痛い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 な、オートだから、危ないんだ、オートだから、クッポン、印象クッポン、急いで、遅れそうなの、もっと早く、印象早く、早く、早く、すごい、急いで、遅れるわよ、私へのお土産忘れないでね。あ、テレビの前の皆さんへのプレゼントは番組の最後にご紹介します。所長、もう急いで、印象、印象、あーもう時間足りない、もっと40分しかないから、これはね、どうしてもね、今日中に着かなきゃなんないって理由があるの。もう諦めましょうよ。もう絶対間に合わないですよ。 120% 間に合わないから。ああ120% 無理、何なんでこれ言い切るの、いつもそうだ、ああもういいつもこう真下くん、ホントね、だってもう 100% 間に合わないですから、もうがっかり、もう絶対間に合わないですから、真下がっかり、だからあのホテルいい感じで、ホテル持ってない、だって間に合わないんですから、そうびっくりしました、真下がっかり、カード持ってるでしょ、ね、もう一回聞いて、JSA のビデオ DVD 各10名様、すみれさんが買ってきた螺鈿模様の電話機、そして言わないと思うけどこの T シャツも1名様、ご覧の宛先まで。以上、柏木由紀乃でした。